はい、酒好きな俺の飲酒動画始めていきたいと思います。今回は日本酒ですね。日本酒の、キリンという、俺ずっとこれキリン山だと思ってた。キリン山っていう、いや、このキリンの後に山って書くやつね。だと思ってたんですけど、普通のキリンっていうやつですね。うん。製造会社が、下越酒造株式会社。新潟県の阿賀野町の津川の、あれですね。会社です。原材料名が米各国産、米麹各国産米、醸造アルコール。アルコール度数が15度以上16度未満。別選辛口。180ml 入り。で、製造年月日が2014年の3月。これ買ってからだいぶ経ってるんだよな。3月。ちょっと黄色くなってるの分かりますかね？若干。半年以上経ってるからな。でですね、今日のつまみはですね、じゃじゃーん。これ何かというと、先ほど買ってまいりました。ほら。これおでんですね。セブンイレブンのおでん。これあれ、麩です。麩じゃねえや。これなんだっけ？はんぺん。はんぺん。からし、からし。からしを。よし。今日ね、給料日だったんでね。やったー！長かったなー。いやー、もう昨日までマジで100円しかなかって、やばかったんですよ。今日買ったのは、これおでんはね、はんぺんと大根ですね。安定の大根。これはんぺん超でけえんだけど。これやべえ。ほほほ。いただきまーす。あっく、うん、あ、うめえ。あ、うめえ。これはうめえわ。からしを入れて。からしこっちにつけた。ね。まあ、これをつまみに。ね、酒を。今日は給料日なんで、やったね。よし、いただきます。乾杯。これ大丈夫かな。うん、なんか変なもん浮いてないだろうな。多分大丈夫。うんうん、それなりに美味しい。うん。ちょっと辛口だね、これ。うん。これは辛口だ。なかなか。うん。うん。すっきりしてる。米のね、コクっていうか、あれがなくてすっきりしてて。うん。あ、美味しいわ、これ。予想以上に美味しい。うん。うん。これでっか。あ、うめえ。あ、スープもうまい。スープもうまい。からしをつけて。今年のあれだな、クリスマス。うん。クリスマスは多分。クリスマスはまあ安定のね。そうだな。ちょっと、あれだな。シャンパンでも買って豪勢にやろうかなと思ったけど、よくよく考えたら俺シャンパンあんま好きじゃないんだよな。大根でーす。おお！やわけ。
シャンパン好きじゃねえからいらねえんだよな。普通にあれ買って食おうわ。食うわ。ケンタッキーフライドチキンか何かのチキン買って、そうだな、酒は何にしようかな。フライドチキンだからビールか。ビールか。ビールか。ビールか、なんだ、ホッピーか。ホッピーでもいいな。最近結構ホッピーがハマってるんで。ホッピー美味しいですね。まあでも、ビールはね、まあ、うまいんですけど、それは当然ね。うまいんですけど。いかんせんね。飲み飽きたっていう感があるね。飲み飽きた感がある。ぶっちゃけた話。まあ、贅沢ですけどね。ぶっちゃけもうケース買い、先月一ケース買ったし、先々月もう一ケース買ったし、その前の月も一ケース買ったからな。はっきり言って毎月ビールばっか飲んでるんで、あんまり、もういい加減に、ホッピーがね、結構美味しい。逆に、ホッピーが美味しい。っていう、味覚になってしまった。うまい、やっぱ大根うまい。はんぺんも美味しいですね。俺基本的におでんだとはんぺんか大根かこんにゃくしか買わないですね。この3つだな。多分。とっとと。日本酒のキリンですね。まあ、今度あれだな。関係ねえけど。あれやるわ。ファミマと、ローソンと、セブンイレブンでどれも、あれがうまいか。おでんがうまいか。キリン。下越酒造。下越酒造、これだな。キリンだね。あ、結構しっかりしてるメーカーのホームページ。ホマレキリン。あ、ホマレキリンっていうみたいな。ちっちゃくホマレっていう名前、なんか、ひらがなで書いてある。あ、ホマレなんだ、やっぱり。正式名称はキリンではなく、ホマレキリン。季節を問わず、魚を選ばず。春夏秋冬、季節を問わず、魚を選ばずに、南方でもお気軽にお楽しみいただける、ホマレキリンシリーズ。バラエティに富んだラインナップから、冷酒でよし、熱燗でよし、燗酒でよしのお酒を検索。書いてありますけどね。純米大吟醸と純米大吟醸、純米大吟醸、越丹麗。で、あと大吟醸と特別純米と、別選三なんとか、特別本醸造。で、別選辛口、これですね。別選辛口が、非常にめちゃくちゃ種類があるというか、でかさが、大きさがね、これをはじめ、瓶の形の、あれもあるし、180ml もあるし、300ml もあるし、720もあるし、1800もある。
で、別選辛口生貯蔵酒もあるし、っていうのもある。特別純米生貯蔵酒。吟醸辛口蔵出し原酒。極上辛口蔵出原酒。めちゃくちゃ多いな。純米吟醸蔵出し原酒かな。いっぱいありますね。ああ、これあれか。この会社、開津酒造株式会社は他にですね、このホマレキリン以外に、カンバラっていう。ね。まあ、これは新潟県の、まあ、僕の住んでる地域、昔北蒲原郡なんとかとかっていう感じのね、住所だったんですけど、最近はね、柴田市に合併したんで、それがなくなったんですけど、それの蒲原っていう感じのね、蒲原って。いうのもあり。そして、普通のキリン。キリン？なんだこれ。ホマレキリンか。これなんて読むんだこれ。漢字が難しい。キリン。これホマレって読むのか。ホマレっぽいな。ホマレキリン。ん？褒めるって書いて、で、それの難しいなんかあれだな。ホマレ、あ、やっぱホマレだ。ホマレキリン。あれ？よく考えたら同じじゃないか。あ、これ同じじゃん。ホマレキリンって、これ、ホマレってひらがなでこれ書かれてるけど、漢字に直して難しい方のホマレにしたキリンっていうのもあるみたいです。多分こっちの方がやばいほど、なんか高そうな、あれですね。もちゃくちゃなんか高そうななんか、大吟醸とか書かれてるんですよ。キリンっていうこの漢字もなんか、なんとか体になってすげえ、達筆になってるわ。なんだ、ホマレキリンってどっちも同じかよ。名前。ただ、ひらがなでホマレって書いてある方は結構安めの部類の、あれっぽいですね。でも普通にこれうめえぞ、これ。これ普通にうめえぞ、これ。やば、うまい、これ。俺、日本酒結構あんまり好きじゃないんですけど。うまい。これは。ガチで。まあ。俺が日本酒で一番好きなのは安定のね、八海山なんですけど、八海山の普通酒、ここ重要なの。普通酒、八海山の普通酒が一番うまい、はっきり言って。いや、バカ舌っていいね、バカ舌っていいねっていう感じですよ。いや、本当にね、普通酒の方がうまいんだよ、逆に。本当に。これ冗談抜きで。俺もなんでか知らないけど、普通酒の方がうまいんだよな。なんでなんだろう。で、まあ、商品は、まあ、いろいろ書いてあるんですけど、ホームページにね。ただ具体的にこれはどういうやつなのかっていうのが書かれてないですね。この別選辛口もキレの良い喉越しと軽快な辛さって書いてあって、もうそれ以外書いてないっていうパターン。日本酒度が何なのか、原材料が何なのか、アルコール度数が何なのかっていうのは全く書いてないですね。これはちょっと、どうなってるんだ。なんじゃこれ。
これホームページになってないですね。これ他のとこで多分見た方がいいわ。あ、もう酔ってきた。日本酒酔うの早いな。あー、このカンバラってやつは俺見たことあるわ。通酒、ホマレキ。わあ、うめえ。ほんのり結構、このスープが割とうまい、うまいというか、濃厚じゃなくて結構まあ、それなりにさっぱりしてるね。全く関係ないけどね。どっかで、なんか書いてねえかな。あ、書いてある、あー。いや、あんまり、あ、書いてあるな。書いてあるサイトがあった。こちらが日本酒度がプラス10。だからかなり辛口です。精米部合が 65%。うんうん。従来のキリン普通酒よりさらに辛さを強調し、その分喉越しをスッキリさせた通好みの本格辛口酒です。1.8 リッターで1922円。720ml で918円。で、この下が一個あって、キリンの普通酒なのかな？これの？多分ね。ってのがあると。1.8 リッターが1814円だから、これに比べると100円ぐらい安いんだ。同じ 1.8 リッターでね。で、それが日本酒度がプラス5だから、こっちになったら一気にプラス5がプラスされたんだね。なるほどね。もう辛口になったんだ、これになったら。で、特別本醸造になったら、まあいいや。そこら辺もいいわ。俺これ説明するとキリがないな、これな。とりあえずこれ日本酒度プラス10のお酒みたいですね。うん、あー、うめえ。うめえ。本当に、あれだな、セブンイレブンのおでんうめえな。うん。しかもこの、でかいこの、この、なんだ、はんぺん。うん。このはんぺんがこれ、ほとんど綿みたいな感じの。はんぺんって割としっかりしてる方じゃなくて、全然この、でかい分、面積がでかい分、こう、ふわふわーっとしてる。あー、うま。このスープだけでもうまいわ。ああ、うめえ。体に、あれだね、今日は割とあったかかったけど、まあ、うめえ。うめえ。あ、やっぱ、キリン山とは違うみたいですね。キリン山っていうやつは、阿賀野町の、同じ、阿賀野町。場所は、まあ、同じあたりなんですけど、キリンではなく、キリン山、山ですね。は、キリン山酒造株式会社なんで、全く違うと。なるほど。危うく間違うとこだった。普通っていうか、間違って買ってる、俺は。いや、ちゃんとキリン山っていうのもあるんですけどね。キリン山っていうのも俺買った気がするんだけどな。どこだったかな。どっか行った気がするわ。なんかワンカップのやつ買った気すんだけどな。なんか紛らわしいっすね。結構ね。
いや、でもこれ、キリンはめっちゃうまいぞ、これ。実際。まあ、若干ちょっと米の味はするから、まあ、うんって感じだけど。うん。でも十分これは。うん。日本酒としてはかなり美味しい部類ですね。とは思います。僕は。やっぱキリンでググると大体キリン山が出るな。キリン山の方が明らかに有名なんだわ。うん。多分メジャーなんだ。だから、ホマレキリンでググれば、多分。おそらく。うん。うん。これあんまりね、うん。これ美味しいな、普通に。これうめえな。これは普通にうめえな。多分俺ね、日本酒、バカ舌なのか何なのか知らないけど、日本酒に関してはね、うん。いわゆる、吟醸とか、位がこう、上に上がるほどまずくなる、と俺は思ってるんですよ。あくまで俺の場合、ね、俺の場合大体まずくなってくるんですよ。だから普通酒が一番うまいんで、これあくまで便箋だから若干ちょっと位が高いんですよ。これの一番下のやつがあるんで、一個下のやつがあるんで、それが多分一番下の普通酒ってやつね。日本酒ではね。位があって、まあ位が上がるごとに、何が違うかっていうと、まあ何が違うかっていうと、まあ一般的には、精米具合ですね。精米具合。米をいかに削るかですね。削れば削るほど、高い酒ができると。大吟醸とかになると、30% ぐらいまでね、削るんですよね。精米具合 30% とかになる。これ、精米具合多分 60% ぐらいなんで。60% か 65% ぐらい。うん。まあ普通酒でも、そんぐらいですね。70% か 60% ぐらい。だと思うんで。うん。これうめえな。これうめえな。ちょっとこれは、びっくり。悪いけど、こんなに時間経ってるからね。これ、製造年月日今年の3月だから、9ヶ月ぐらい経ってるんだけど、これ、この味だからね。これやばい。これやばいな。これうめえな。本当にうめえな。あら。ん？ていうか、これ。あれ、普通酒ねえな。あれ、別荘辛口、別荘山なんとか。これ読めないんだけど。あれ、普通酒がねえな。あれ？これもしかして一番下の酒なんじゃないか？ああ、ぽいな。でも、ま、カンバラがあるから、カンバラはもう完璧にあれだわ。高いやつだ、これ。超高いやつだ。これなんて読むんだろう。多分これの、コクがあるバージョンみたいなのが一つあるんですよ。うん。
でもこれが多分一番うまいんじゃないかな、個人的に。うん、美味しい。これは美味しいわ。普通に。これは普通にうめえわ。これはうまい。これはね、もうちょっとこう、あれだな。もうちょっとあれが、なんていうかな。もうちょっとだったな。五つ星までもうちょっとだったなっていう感覚はありますね。もうちょっとこう、コクがなくて、こう、キリッとしてて、うん、もうちょっと淡麗だったら、あれだったな。結構香りが結構、日本酒の、俺米の香りが嫌いなんで、これはでも、かなり美味しい、と思います。コクがちょっと若干、ある感じなんで、そこがちょっと残念ですね。まあ、やっぱあれか、日本酒はあれか。八海山の安定か。八海山安定か、これは。うん。甘み。まあ、甘みっていう甘みはまあ、あんまないでしょうね。まあ、辛口だからね。言うてね。香りは、結構あった気がするけど。これはね、ぜひね、3244です。ご視聴ありがとうございました。これ美味しい。